皆さんこんにちは日本の大学全部行った男山内大二です今日は高校生の方からご質問いただいてます情報学部志望なんですけど情報分野といってもどんな職業があるかよくわかりませんそうですよね僕も不満なんですよ大学のパンフレットを見ると東大東工大のような大学からまあ、私立大学の比較的受験の難易度が低い大学のま情報系の学科に至るまでみんなですね就職先情報通信業って言ってるだけなんですよ あるいは IT 産業に就職してますと分かんないんですけどとちゃんとどういう仕事に就けるのかその情報産業とか情報の世界っておそらく大学の先生や実際に働いてる人から見たらさまざまな業種や職種があるはずなんですけど高校の先生や高校生に全くと言っってていいいほど伝わってません僕ははこれは大いに不満ですもっとその大学の先生や情報関係の仕事の人が教えてほしいんですね。 大学学で情報を学ぶとどんな仕事につけるのかで。全くその辺りがよく分かんないなと思ってたところ東京国際工科専門職大学というのがまあ新宿にあるんですがここのです、ね、パンフレットに面白いアンケートが載ってましてあなたはどんな職種に興味ありますかといっていわゆる「情報関係の職種が」がうわーって書いてあったんですよ。であこれは良いいと思いまして、これを紹介します。でこれを、まあ、あの参考に、 情報関係の職業っていっても一体どんなものがあるのかっていうのをわーっと紹介しますんでチェックして頂い,いてこう一時停止しながらですねであこの職業はこんなことやってるんだっていうのを知って、まあ、みんなで勉強していきたいなって思います。ということで、えー、紹介されてる情報関係の職業、えー、全部読みま,す、ね、まずは皆さん憧れゲーム分野ゲームプログラマー 3D ゲームプログラマー VR ゲームプログラマー スマートフォンゲームプログラマーゲーゲムデザイナーゲーム CG デザイナーゲームキャラクターデザイナー 3D キャラクターデザイナーテクニカルアーティストゲームプランナーゲームシナリオライターゲームディレクターとなんとなくゲーム作りたいっていう人多いでしょうがこんんなに仕事あるんですね、えー、次 CG 映像分野 CG 映像クリエイターデジタル映像クリエイター 3DCG クリエイター CG アニメーター CG デザイナー VFX アーティスト VFX クリエイター CG アーティストアートディレクターグラフィックデザイナーイラストレーターアニメーターアニメキャラクターデザイナーとでなんか似たようなのでよく分かんないっていう人は検索してくださいおそらくきちんと業界内では違う仕事なんでしょうね。次自動車ロロボットト分野プロダクデデザザイイナナーーモビリティデザイナー 自動車デザイナーカーデザイナーこれ違うんですかねカーモデラーロボット開発エンジニアロボット研究者ロボットプログラマーロボットデザイナー電子制御技術者デバイス制御エンジニアハイテク玩具クリエイター 3DCAD オペレーターといろんな仕事ありますね次ミュージックサウンド分野ミュージッククリエイターサウンドクリエイターゲームサウンドクリエイターレコーディングエンジニア ササウンンンンドエエジジニニアアコート音響プロデューサーと結構ね音楽関係の仕事憧れてる人多いと思うんで、まあ、こんなのあるよと、えー、次ウェブ分野ウェブクリエイターウェブデザイナーウェブディレクターウェブ開発エンジニアアプリ開発者スマートフォンアプリ開発者といろんな仕事ありますね皆さんが使ってるスマホにまあいろんな仕事あるよと、えー、次 IT 情報処理分野宇宙航空システムエンジニア 組込みシステムエンジニアシステムエンジニアシステムアドミニストレーターネットワークエンジニア情報セキュリティエンジニア IoT エンジニア AI エンジニアコンピュータープログラマー情報処理技術者情報工学技術者以上これだけ紹介されてました。あの一個一個の仕事多分全然違ううんでしょうね でまあ私は素人なんでもしこの動画を見てる方で工学とか情報関係の方どんどんねあの他の情報を教えてほしいんですけどまあ、私や高校の先生や普通の高校生であれば情報関係の学部学科から何になれるかっていう時にまあ、やっぱり情報が足りないんですよで高校生の皆さんの助けになると思って一つこれだけまあ紹介しましたで自分が何になりたいのか。 実際には大学出たり、就職してから変わっていくことも多いんですが。情報とか、まあ、それを生かした職種っていうのは、まあ、このように多様化してるぞと。一つの参考にしてください。で、実際に自分の入りたい大学や会社というものを、そこから考えていってもらいたいなって思います。ぜひ頑張ってください。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。いいねと、チャンネル登録を、ぜひお願いします。また。 メガスタの LINE にご登録いただいた方には、大学受験に役立つ特別なプレゼントを申請します。相談や質問も LINE で受け付けています。詳しくは動画の下の概要欄をご覧ください。